でも、渡部さんって犯罪もしてないし、一応、業者合意の上でお金払ってるから、はい、神田さん的には問題のない範囲内。奥様以外の方と性行為をするという行為自体は、外野が何か思うことではないと思ってます。それは奥様とご本人と、うん、そのお相手の方のこの三者が納得がいっているのであれば、それはもうそれでおしまいの話だと思うんですが、やっぱりその多目的のお手洗いを使われたということが私は当時は問題だったと思うんですね。神田さん的にはその場所である多目的ルームが問題なんですか？そうです。あれが何ホテルだったら何の問題もない。私が問題だって捉える必要はないと思います。そういう派閥なんですね。あ、そうなんだ。二、はい、人で入るとこじゃないですよね。一人ずつ入れと。そうそう。お手伝いが必要な方は、当然、複数人で入っていいと思うんですよ。用を足すと。まあ、渡部さんがスッキリするのが一人だとできないから、お手伝いさんが入ったってことになるかもしれないですけどね。そのスッキリが用を足すじゃないですもんね。そうですね。はい。はい。